2018FIFA ワールドカップ 2018FIFA ワールドカップグループ F2018FIFA ワールドカップグループ F のリーグ戦は6月17日から6月27日にかけて6試合が行われるグループ F にはドイツ、メキシコ、スウェーデン、韓国の4カ国が入っており試合の勝敗による勝ち点などでグループ内での順位が決まり上位にチームが 決勝トーナメントに進出する。ドイツ V メキシコスウェーデン V 韓国韓国、V メキシコドイツ V スウェーデン韓国、V ドイツメキシコ V スウェーデンドイツは、前大会の2014年 FIFA フフワールドカップの優勝国であり、FIFA フフランキングは世界1位であった。同チームには、様々な国家にルーツを持つ選手や様々な宗教的背景を持つ選手が所属し、 多様性ある社会を作る上での模範例とされてきた。欧州予選では全チーム最多の43得点を上げて失点はわずかに4であり、圧巻の10戦全勝を飾った。ドイツは優勝候補の筆頭と目されていた。しかし、大会前にトルコ系ドイツ人のメスとエジルト、イルカイ・ギュンドアンがトルコ大統領、レジェップ・タイップ・エルドアンと面会して、 一緒に写真を撮影していたことが物議をかした。エルドアンは言論弾圧や人権侵害を続ける独裁者だとしてドイツを含む欧州で強く批判されていた。ドイツの高級新聞ターゲス・シュピーゲル氏はエジルト・ギュンドアンを批判し、アンケート調査では回答者の70%以上が彼らを代表チームに招集するべきでないと答えるなど、 団結に亀裂が入ったまま大会を迎えた。ドイツの状況本戦、グループリーグ初戦のメキシコ戦では、監督の不安カルロス・オソリオが半年かけて作り上げた対策に駆使して敗戦したが、第2戦のスウェーデン戦では先制された後同点に追いつき、後半アディショナルタイム内に、トニクロースが決勝ゴールを放って勝利した。リーグ各国の状況をこの時点で、 グループリーグ各国は3戦中2戦を終えた。メキシコが2勝0敗で勝ち点6、得失点差プラス2と暫定主位であり、ドイツとスウェーデンがそれぞれ1勝2敗で勝ち点3と得失点差0で共に並び、総得点の基準によって暫定的に2位はドイツ、3位はスウェーデンとなっていた。一方、韓国は零勝二敗で勝ち点零と暫定四位であった。 それぞれが残す最終試合の結果により、グループリーグを第2位以内として通過し、決勝トーナメントへ進出できるかどうかが決まる。本リーグは混戦を呈しており、各国共に同時刻に行われる別会場での第3国同士の試合結果に依存して条件は複雑に異なった。暫定主義のメキシコも敗北すれば敗退の可能性が残されており、 暫定2と3位のドイツとスウェーデンは確実な進出のためには自国の勝利が必要となった。また最下位の韓国にも自国が勝利しつつ、他の試合の結果によっては進出の可能性が残されていた。決勝トーナメント進出のために各国が達成すべき条件は以下であった。このような状況下でドイツは第3試合の韓国戦を迎えた。一方、 韓国は連敗で、勝ち点0のまま全大会王者で、フィファライク世界1位のドイツ戦を迎えることに、定感の雰囲気もあったが、シンデヨン監督は1、1%の希望も捨てず、最後まで、逆転のチャンスを作ると試合に臨んだ。前半戦では本試合及び、同国の別試合ともに、両者無得点であり、膠着状態のままハーフタイムを迎えた。スウェーデンの優勢しかし、 後半戦が始まってすぐに別会場でスウェーデンが得点してリードし暫定的にスウェーデンとメキシコが勝ち点6で首位第2位と並んだスウェーデンは後半62分後半74分とさらに得点し最終的に3例の大差でメキシコを破ることとなったドイツの危機このため後半74分時点で未だ無得点のドイツは 暫定3位に転落し、残りわずかな時間で、韓国へ大量得点しなければ、グループリーグの通過が、極めて厳しい状況に陥った。得点を求めて、ボールを支配し、26本のシュートを浴びせたものの、後半90分終了時点で無得点であった。アディショナルタイムでの連続に、失点決勝トーナメント進出へ、わずかな希望を託す、アディショナルタイムには、 左 CK からのこぼれ玉を金英圏にゴールへ押し込まれた。これは、主審のマーク・ガイガーにより一度はオフサイドと判定されてゴールを認められなかったものの、本大会から導入されたビデオアシスタントレイフェリーによって判定は取り消され、決定的となる失点が認められた。ドイツは勝利どころかゼロの一とリードをされ、一層絶望的な状況となった。さらに、 ステミの反撃に出るためにゴールキーパーまでもが前進して11人全員で攻撃したことが裏目に出て韓国の高速なカウンターを受けて孫憤民にゴールを奪われ絶望的な追加失点を起死した直後に試合終了が宣告されドイツはゼロの2で敗れたこの結果によりドイツは史上初めてグループリーグで敗退することとなったこの波乱には大きな反響があり 元イングランド代表のゲイリー・リネカーは、サッカーはシンプルだ。22人がボールを争い、最後はドイツが勝つという自身の有名な格言を、サッカーはシンプルだ。22人がボールを争い、最後はドイツが勝つとは限らないと改変したジョークを SNS 上に投稿した。大会後、ドイツ国内からの批判にさらされていたエジルは、私は、勝てば、ドイツ人。 負ければ移民として扱われたなどと述べ、ドイツサッカー連盟の会長ラインハルト・グリンデルを批判するとともに人種差別を理由として代表引退を表明した。一方で、バイエルン・ミュンヘン会長の売り、ヘイネスがクソみたいなプレーだったとエジルを酷評するなど混乱が続いた。ありがとうございます。